行こう。はい、というわけで、今日はすごい格好してる方がいますけれども、こちら越谷ご当地アイドルクロワッサンの皆さん、明けましておめでとうございます。このファミリー感がすごいですね。そうだね、ちょっとね、まずね、ご挨拶にですね、クロワッサンの皆さんといえば、ちょっと私たちイメージとして虹団子食べてるイメージがあって、はい、あ、これ本気で喜んでるやつですね。マジでやった。そう、あのよもぎのあんこか、みたらしの、みたらしもいい、みたらしもいい、両方大丈夫。はいはい、もう予約取ってる。よかった。すいません、ありがとうございます。うん、ね、召し上がってください。あ、同時撮影ですね、皆さん。同時撮影、コラボ動画になってますね。そういうのやっていきましょう。ちょっとお願いします。一緒に上がっていきましょうね。じゃあちょっと今回の撮影はですね、はい、じゃあちょっとまあ一回止めますよ、一回落ち着きますよ。はい、で落ち着く感がないね。分かった、ちょっと待って、メンバー紹介をここでしてもらおうか。はい、ね、はい、じゃあ、はい、じゃあお願いします。はい、マグロ大好き夫婦です。出た出た。イメージカラーはピンクです。夫婦って呼んでね。せーの、ふー。あれ聞こえないな。出た出た。こっちの声ですね。せーの、ふー。ありがとうございます。次はねねちゃんです。ねねちゃん、はい、はい、イメージカラーは動物大好きねねです。ねねって呼んでね。せーの、ふー。ありがとうございます。次はあ、ここは言うんだ。言わないの。はい、こちらアリスです。イメージカラーは黄色です。お、黄色。アリスちゃん、アリス、おー、アリスちゃん初めてだよね。アリスちゃんいくつだっけ？7です。 7? おー、そうか。そうか、よろしくね。はい、そして、はい、クロワッサン白ロ担当、クロワッサン保護者担当してます、アイコです。よろしくお願いします。保護者担当なんだ。よろしくお願いします。今日ミコです。お正月はちょっとね、今日は別で来てました。あ、そっかそっか。じゃあ、そしていちご大好きサーヤです。イメージカラーは紫色です。よろしくお願いします。サーヤちゃん、サーヤン、サーヤン、ヤン。ほう、待って、私覚えたかな。サーヤンでしょ、アイコでしょ、アリスって言っちゃってるで。アリスちゃんね。サーヤン、サーヤン、フーフーじゃなくて、アイコ、アイコ、はい、アリス、はい、でねねちゃんにフーフーだね、はい、もう、はい、ここまでかな。そうです、今のとこの、あ、そう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 、そうだそうだそうだ、はい、今日は、今日は5人でお届けします、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして三浦代表、あ、どうもよろしくお願いします。三浦代表、あ、メンバーだっけ。そう、メンバー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 、イメージカラーが緑です。緑だ、そうだそうだそうだ。そして、あの隣のおじさんは、はい、タンクトップのカックンでございます。よろしくお願いします。イメージカラーは、イメージカラーはオレンジですね。オレンジ、あ、そうだね。はい、じゃあ、はい、わこちゃんは撮ってるんで後ほど。はい、というわけで、クロワッサンの皆さん、はい、何度かお会いしている方もいますが、はい、初めましての方もいるので自己紹介をさせていただきます。ガヤガヤー、あ、違いますね、違いますね、ガヤガヤー、ね、軽く何回かパクらせていただいております。タンクポップと自由なんで、ちょっと分かりました。自由なタイプね。そう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 、ちょっとアリスちゃん、タンクポップっていう2人組になります、ね、受け取ってもらえると嬉しいな、みたいな。ありがとうって、ありがとうってね。いるいる。なんかちょっとね、こちらこちら預かります。あ、預かります。ネギだから。ネギ。ごやちゃん。あ、そう。いいところに気づいたね。これね、越谷ネギがチラシに映ってるんですけどね。これ、早坂香音さんに撮ってもらったんですけどね。香音さん、ありがとうございます。越谷のおネギを応援していて、越谷ネギクイーンっていうネギのお姫様のコンテストで受かったことが CD デビューにつながりました、ね、ということで、アリスちゃんじゃなくて君は誰だ、お前は誰だ。ガイアちゃん、
そうやん。ええやん。意思が持っちゃってる。ドラちゃんやっちゃってる。タンクポップ YouTube チャンネルを見てる人たちは、割と年齢層も上めなので、一回じゃ覚えられないので、そうやって覚えていきます。サーヤンですね。サーヤン。アリスちゃん。アリスちゃんは自由なタイプ。虎を撫でています。ね。で、あの、まあ、この辺はまあいいか。ありがとうございます。お願いします。お願いします。ね、お願いしますね、あのおしゃれさんな感じでね、今日撮影だったんですか、なんかちょっと。そうですね、おしゃれさんですけど、ちょっと一個前にあの別でクロワさんのショールームの配信をしてたので、そうなんですよ、ちょっとこのちょっとトンチキな格好してるんですけど、はい、あ、じゃあちょっと言っとこうか。はい、どうでも平日なのかな、あれは平日ってわけじゃない、毎日月金月金土です、曜日、月曜日、月金土曜日に一応お当番制で、うん、あの配信をしています、今って感じです。時間が7時ぐらいからだったり、7時ぐらいとね、あのよくツイッターでね、今からやりますとかね流れてきますよね、うん、それがショールーム、はい、ね、ショールームで、なんかダウンロードして、そうですね、アプリでアプリで、はい、見れる、はい、ね、頑張ってますね。でところでですよ、はい、あの今日ですねお伺いさせていただいたのは、タンクポップが、まあ、ネギの応援もしてるんですけど、今年何年だ、牛年、そう、牛年、これね一応牛をイメージしています。おお、ね、いいですね、作ってないな、作ってはいないですね作ってはいないですね、はい、作ってないんですけど牛をちょっと応援しようかなという、牛を応援、違うな、ネギ応援、ネギは応援してます、ね、だから今回はネギじゃないって今回は牛コンテストというものをやっています。おお、それがそう持っていただいてるこれですね、これ紙粘土でできた牛ベースっていうものがあって、これをメンバーの皆さんがね、メンバーの皆さん、元旦からですね、元旦からびっくりしました、メッセージでマッコさん明けましておめでとうございます、あの今更なんですけど私牛が欲しいんですけど最高のね、もう一番嬉しかったメッセージですね、あ、よかったです、どんな年賀状とかよりも私牛欲しいんです、欲しいんですよ、それでこの牛ベースっていうものがいったんですけど、これね、一応こういうものも世に出回ってるんですけど、これはあの普通の牛じゃない、ね、だけどこういう風にしなくても OK なんですよ、なるほど、そう、わかってる、うん、紙粘土で作って色塗っただけでしょ、そう、それ言っちゃダメだな、それ言っちゃおしまい、そうです、アリスちゃんが言うように紙粘土で作って色を塗っただけですで、工夫をした点は、首に鈴みたいなのをつけたところです、かわいい、どうでしょうないんかい、自由なタイプだから、あのコメントも自由に入ってくるね、自由に入ってくるね、飛び道具なんで、サイヤをどうせ飛び道具だからかゆいのかな、大丈夫かな、ストレッチかな、ね、かわいい髪型してね、オリボンつけてね、だって下手すれば孫でもいいくらいだよね、まあいるね、だって各実年齢が54ってことはちょっと引いてるでしょ見ない、だってさ、カナダは18の時に結婚して、で翌年にできた娘さんがまた16歳ぐらいで結婚して、うん、そんな早く早くね、早く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 、もうこんなもんじゃないでしょ、ね、だからね、あのこの間一緒に撮った写真っていうのがあって、この間ライブありがとうございました、もうファミリー感がひどいファミリー感が今もすごい絵になってるんですよ、親戚で集まってるから、実はまあまあまあね、あのサザエさんって知ってる、知らないか、知らないって、あ、まあ、この辺だとここまで育つと分かるね、サザエさんのミュージカルとかね、やりたいもんね、あー面白そう、面白そう、
権があるね。じゃあ私中島くんやるわ。中島くんやるわ。いそう、野球やろうぜ。でも難しいじゃん。サザエさん、船さんとかなっちゃうかな。で誰かがノリスケさんとかやって、わかんねえ。タラちゃん、タラちゃん。タラちゃん、タラちゃんとセリフにしましょう。サザエさん、ワカメちゃん。サザエさん、ワカメちゃん。カツオだね。なんか花澤さんやった、おいしいな。これもう動画がどんどん長くなる。まあ、とにかくですね、これ締め切りが2月14日でまだちょっと、あるから、まあそんなクロワッサンの皆さんのもう自由な感じでいいです。なるほど。イメージカラーで仕上げちゃってもいいし、なんかこれもいい。白だもんね。割と分かる可愛い子だもん。じゃあ提出で。やだ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 。劇的な変化を遂げてみせます。まあ何らかの形で、まこさんお寿司にしたの。お寿司、私はお寿司にした。おお。じゃあちょっと。その辺は、はい、あの候補者の愛子です。取りまとめは任せますけども、まあ、自由にちょっとやっていただいて、ハッシュタグ牛コン2021をつけて SNS にアップするんですけど、まあ、その辺はちょっと後、まだ頑張りました。やっていただいて、はい、牛コン2021に取り組んでくれるかな。せーの、わかんわかる。ね、笑っていいと思ってる番組があって、テレフォンショーを見せている。笑ってても分かんない、ここ分かんない。そうだ、今からテレビ番組見てる、テレビ番組ヒルナンデスか。そうだよね、あの時間はそこ、あんまりテレビ見ないかもね。アニメ鬼滅、鬼滅だよね。鬼滅は全然読んでなくてね、単行本ね、禰豆子だよねぐらいしかわからない。やばいですね。じゃあね、またちょっとこのような形で YouTube で絡ませていただきたいなって今年は思っていて、ぜひ、はい、あの、ね、お互いの YouTube チャンネルもあるし、ね、ショールームもやってるし、ちょっとこう世界に羽ばたいていきましょうよ。はい、ね、ガヤガヤというガヤガヤで、私一つあのゲームを考えたんだけど、はいはい、今回じゃなくてまた次回にしようと思います。そこそこの取れ高になってるんで。でそれは、はい、こういう題名になります。こう一つのコーナーとしてね、はいはい、タンクポップとクロワッサンの世代を超えようっていうね。なるほど。そういう世代を超えろにしようかな。こう、そう、世代を超えろって言って、ね、いくよ、せーの、タンクポップとクロワッサンの世代を超えろ。はい、始まりました。この世代を超えるのコーナーはこのようにやります。例えばですよ、なんか大丈夫ですか、破壊します、ね、大丈夫、アタリスちゃんが観葉植物、あ、これ偽物ですね、偽物ですよ、大丈夫ですよ、はい、抑えてるんで。例えばですよ、はい、お花の名前といえば、ね、チューリップとかスミレとかね、あるでしょ。せーので言ってみようか。お花の名前といえば、せーの、チューリップ。バラバラなわけですよね。各なんて言ったの。ひまわり。ひまわり。タンポポ可愛いですね。桜。桜。もうね、さすがちょっとこう前を向いてますよね。季節が。でしょって。桜。桜。うん、あ、すごい、お花といえば桜って出てくるってすごいですね。桜なんだ。タンポポ。聞く、渋いね、なかなか。スミレ。スミレ、かわいいですね。今日のお花はまた違いますけど、これ何のお花ですかね。わかんないですね。といった具合にいじっていきます。なるほど、いじっていきます。じゃあそのコーナーをやったり、これからちょっとタッグポップとこう仲良くやっていけるかの
試す質問をして終わりたいと思います。自分たち以外で越谷のこれから売れそうなアイドルといえば不安だな不安だな、もうあの夜当たり上手かどうかも、あーでも大丈夫ですね、うん、なんかもう外しそうなので愛を頼むよ、かっくんも外すなよ、ね、自分たち以外で越谷のこれから売れていきそうなアイドルといえば、不安ですね、いいじゃん持ってるやつ読めばいいんだよ、ああ皆さんここに出してる、カメラさんも、あえて外すのもありです、ね、いきます、せーの、クロワッサン、おいおいあ、もういいよもういいんだよ、もういいんだよ、ね、あ、私たち以外でですよ、いいんですよね、うん、私が私以外、そう、まあね、クロワッサンだとは思うけど、うん、私たち以外でね、こちらでこれから売れていきそうなアイドルっていうのがきついのか、いやいやいや、わかります、わかります、大丈夫です、わかります、わかります、アイドルわかります、わかります、わかります、わかりますよ、アイドルはいきますよ、こちらのこれから売れていきそうな自分たち以外のアイドルといえば、せーの、クロワッサン、やだそんなん、いやいやいや、そんなことない、いやそんなんありますって、そんなん、私たちアイドルだねですか、あちらの方もいやいやいや、とんでもございません、とんでもございません、今日はありがとうございました、はい、ということでタンクポップ YouTube チャンネル、牛コンのね、参加していただきますという、ね、決意表明をいただいたのと、あとはなんかこうやんややんやと楽しませていただきました、今日はありがとうございました、名前を覚えるんだよ皆さんね、名前ね、食べたい、あそこにある、うん、美味しい、美味しい、うん、ふうねねが肉だ、肉団子、草もち、ね、うん、虹団子さんの草も口、おいしいです、よもぎ、よもぎ、めっちゃおいしいです、よかったね、うん、じゃあ愛子さんも一口いただきます、みんなよもぎだ、まずはよもぎ、うん、おいしい、ごちそうさまです、リンゴ姿でおいしい、ありがとうございます、ごちそうさまです、アリスちゃんはみたらし、すごいお口にいっぱい、はい、うん、いいね、ね、おいしいね、アリちゃん、うん、なんかあんまつかなかったね、ね、ゆっくりよく噛んで食べてください、おいしい、おいしいよかった、みたらし、うん、おいしいぞ、出来上がり、ポンポンポポポンポンポンポポポン、熱いうちに召し上がれ、やけどすんな。